プレー中のミスだけは怒らないでください。プレー、配球のプレーやった。ああ高橋藍選手表紙すげー。僕ベースボールマガジンで1回だけ表紙だったことあるけど、監督が怒ってはいけない大会って今やられてるじゃないですか、怒らない大会って、はいはい、それってどういう、こうその自分の経験の中で自分とまあ同じような思いをさせたくないみたいなところから始まってるんですか。はい、その通りです。でも必要な指導はしなきゃいけないってことですか。もちろんそうです、うんうん、はい、そこの線引きが非常に難しいですよね今の時代は、はい。まあ、一番最初は私があのマスコナオミカップっていう冠の大会をするのであれば、私の大会ぐらいは楽しい大会にしてあげたいなっていう思いからなんですね。他のいろんな大会、各有名選手がやってる大会とかはもう有望選手発掘みたいな、そういう感じだったんで、もう泣きながらやってるとか、もう勝利至上主義だったりっていうのが多くて全然楽しそうじゃないんですよ。でまず何よりも私が子どもたちが怒られてるのを見たくない、そこからなんですよ。で楽しい大会ならどうすればいいかって思ったら、もうシンプルに監督が怒らなければ楽しめるなっていう、そこからなんで、始めた時はそれだけだったんですけど、回を重ねるごとにやっぱりそれだけじゃダメだなっていう、やっぱスポーツマインドみたいなものもあって、礼儀とかマナーを守るとか取り組む姿勢とか、そういうところはやっぱり叱らないといけないな、注意しなきゃいけないなっていうことで線引きをして、プレー中のミスだけは怒らないでください、チャレンジとみなしてください。ミスした後ってまた同じようにチャレンジするの難しいじゃないですか、怒られるから。だからまたミスした後も次もチャレンジできるような前向きな声かけをお願いしますっていうことで。でもキャスターになった時に楽しんできますって、ふざけんなって言ってる人が楽しみましょうって、そこでどういう、こう経験の中で変わってきたんですか。はい、その怒ってはいけない大会をやり始めた時に参加の監督から結構クレームが来るんですよ、うんうん、楽しむだけじゃ勝てないじゃねえか、まあ、そうですね、強くなれねえじゃねえかって、厳しさ必要だろう、うんうん、じゃあ怒る以外にどんな指導方法があるんだっていう声をいただいて、うんうん、私何にも答えられなかったんです、うんうん、もう、うん、情けないなって、こんなルールを作っちゃってるのに何も言えなくって、でこれは学ばないといけないなと思って、いろいろあのメンタルの学校からこう入って、うん、そこからようやく気づくんですよね、うん、やっぱり楽しむっていうのは真剣に勝負したからこそ楽しいっていうところで、うん、なんか、あ、なるほどな、でメンタル強くしたかったって思っても、あ、メンタルは強い弱いって測るんじゃなくって、安定か不安定かメンタルって、うんうん、だから弱くても大丈夫、整え方がしっかり分かっていれば大丈夫だっていうことに気づいたり、安定だ、はい、メンタルは安定か不安定なので、どうすればこの大事な試合までに整えられるか、誰とだったら整えられるかっていうことを、はい、なんか学んで、で知識がそうやって入ってくると、どん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 私のメンタルも成長していって、はい、あのアウトプットが、あの自信がようやく、ずっと自信がない、自己肯定感低い感じでしたけど、ようやく50過ぎて、はい、なんか整ったっていう。やっぱり日本のその文化、ネガティブな、あのできない課題を注意して練習して、うん、さらに強くするっていうことが普通だったので、いいところをさらに伸ばそうとかっていうよりは、まあね、できないところを全部長所と短所があったら、短所ばっかりを強制しようとしすぎて、うん、こっちが良くなったら長所が消えちゃったりすることってよくあるし、うん、長所を伸ばせば短所が消えるってことも逆にあるっていうことを僕、はい、二軍のコーチしてる時にちょっと感じて、それ前にアメリカに行った時に、1年留学した時にそういうふうに思って、アメリカって短所とかいいとこ伸ばせって言うしかないですよね、うんうん、もうそっちでお前勝負するしかねえんだからって、うん、そうですよね、うん、確かに理にかなってると思って、
昨日たまたまオーストラリアでスポーツをやってた女の子と話をした時に、オーストラリアの環境は2回褒めるんだって言って、ホッケーの選手だったんですけど、うん、日本は球が転がって取りに行って取ったらナイスって言うけど、オーストラリアは球が転がってそこに向かって走っていったことをまず1回ナイスよく走ったスタートしたって取ったら、もう1回よく取ったって、そのアクションに対しての褒めが来るから、それはびっくりした。日本でやっぱり平均的な人間を作りたがるんでしょうね。なるほど。飛び抜けた人間よりも、だから短所を消してみんな爬虫類の人間に従うような気がしますよね、うんうん、そうですね。言うこと聞いて、うんうん、安定扱いやすい人間、組織的な人間をこう作るっていう、うん、なんとなく日本人ってそういうのが本能的にあるのかな。こっち0点でもいいからこっち100点の方が絶対個性的にはあるのに、まあ、受験とかも多分そうなのかもしれない。そうですね、うん、私自身もこれメンタルのことなんですけど、うん、勝ってうわーって100ぐらい喜ぶじゃないですか。で負けてうわーってゼロにまた戻って、でもここをこういうもうジェットコースターみたいなことをやってると戻せなくなっちゃうんで、常に平均でいようっていう感覚になるんですよ。でもやっぱアメリカとかヨーロッパの人たちっていいってなって、で負けたらまた落ち込むし、すごい感情豊かなところが羨ましいな。でもさっき言ったみたいに、その中でもメンタルは平気保つというところなんでしょうね。メンタルまでこうなっちゃうと、う、ね、はい、もうぐちゃぐちゃになっちゃうっていうところなんでしょうね、うん、あとはね、やっぱ監督たちが喜び方がうまい、海外の人たち乗せるのがうまい、ね、日本はね、褒めることはあんまりしない、当たり前だみたいな感じでこう腕組んで足組んでやっててみたいな。野球の監督ってちょっと怖いっていうか激しい方多くないですか？喜怒哀楽を出す監督と出さない監督って、まあ、それは個性なんでしょうけど、プロ野球だからやっぱ見せるものだから、うん、ある程度喜怒哀楽は見せた方がいいようには思うんだけど、うん、こと勝負師として考えたら出さない方がいいと思うし、だからそこのこうジレンマ的なものは皆さんあるんだろうと思いますけどね、うん、私野球本当にわからないんですけど、テレビで見てるぐらいなんですけど、巨人の監督さん、かつてのすごく真摯な方が多くないですか？あのベンチでゴミ箱バーンってやったりとか、そういうことをやらない方が多いんじゃないかな。そうでもないですか？いや、僕が知ってるある監督は蹴飛ばしてましたよ。ああそうなんだ。それはゴミ箱じゃなくて選手を蹴飛ばしましたよ。僕の知ってるある監督は誰な、いや名前言えませんけど、ピーでピーでいやいや、あと今年はオリンピック、なんか全然東京オリンピックの時は日本でやるせいか、あと何日でオリンピックって盛り上がったんだけど、うん、今年パリオリンピックってなんかいまいち僕の中ではもうすぐオリンピック始まるのみたいな感じなんですけど、うん、バレーボールは、はい、オリンピックは男子が7位女子が10位でしたっけ、東京オリンピック。東京はね、はい、まあ、3年後じゃないですか、オリンピック、東京オリンピック1年遅れたから。なのに男子も女子もメダル、もしかしたら金メダルもいけるんじゃないかって、金銀というところが狙えるっていうのって何なんですか、はい、すごいですね。いや男子は、うん、今世界ランキング2位ですよ、うん、この前も準優勝だったよね。この間男女とも銀メダル、あのネーションズリーグっていう、もうとにかく私自身も男子がまさか世界ランキング2位でこんな時代が来るかって予想もつかなかったんですよ。やっぱりプロでやってる方がいるんですよね、何人か。イタリアとか、はい、石川祐希選手とかがやっぱり彼が本当に日本人でもできるんだ、トップカテゴリーのイタリアでもキャプテンになってエースになれるっていうのをやってのけて、後輩たちがやっぱ俺たちもやればできるっていうのをすごく感じて、で石川祐希選手が私が知ってる日本でやってた時のプレースタイルと全然変わってきたんですよね、帰ってきた時に。あんなに感情むき出しで吠えるとか、
しない選手だったと思ってたんですよ、うん、静かな、うん、そういう選手がやっぱりアピールして、やっぱ海外ではそうならないとトスが上がってこないとか、うん、使ってもらえないっていうようなことをすごく学んできて、で結果も出して、でしかも身長低いんですよ、うん、日本って世界に比べると。で昔はその高さを補うためにサーブレシーブを、うん、スピードをとかすごく、うん、やって、でもそれも通用しないぐらいもう上から叩きのめされてたんですけど、今はその日本らしさの戦術と守りが本当に素晴らしくレベルアップして、昔はあのセンターのミドルの選手ってつなぎとかできなかったんですよ、大きい選手を揃えてたんで2メートル5センチとか、もうその人のところに2本目がいたらもう無理みたいな。ブロックはブロックスパイクはできるけど、うん、今のミドルはうまい、2メートル超えても。だから普通になってきましたね、2メートル超えても。やっぱレベルが上がってますね。もう底上げしていて、うん、あと見てほしいのはリベロ。リベロ、はい、うん、レシーブ専門の選手が1人入ってるんですけど、うんうんうん、なんであんなすごいスパイクが上がるんだ、なんでそこにいるんだっていうような。昔はヨーロッパの選手とか大きい選手のスパイクなんて上がらなかったんですけど、やっぱり海外に行ったり体験してきて普通に上がるようになってびっくりします。どうやるんですか、プレッシブって手ってこうどうやるんですか。いや、あのそれぞれだと思うんですけど、今強すぎ、普通はこう、こう親指こう揃えるんですか。まあ、こういう人もいれば、私は高校時代はこうだったんですけど。あ、こうなんだ。でこうやるんだ。こうでも、はい、でどの辺に当たるんですか。この辺、この辺、この辺ですか。ここですね。ここに当てるっていう人いますけど、ここはもうボールを殺せないんで。この辺に。この辺ですね。こう当てる。でちょっとこう引いて勢いをこう殺すみたいな。あ、野球でもそうですよ。ちょっとこう引く。はい。あ、そう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 。勢いを殺す。一緒です。ちょっと引く。はい。ここです。一番痛いとこです。アタックはどの辺で打つんですか。打ってって。アタックはまあその都度その都度なんですけど、どうやってってどうなんですか。いや、やっぱり自分のパーです。自分の一番高いインパクトが取れるところで。どの辺に当てるんですか。まあ、この辺がいいですよね。いやいや、この辺ボール。あ、いや全部です。もう爪の全部ここで、爪のここの先まで意識してます。こうだったりこうだったり、このスナップ。あ、ここの手のひら全部でボール打つんだ。はい。この辺で打つのかなと思ってた。チョップじゃないんですから。女子も金か銀、金いけます。いや、女子も東京オリンピックの時はそのオリンピックの直前のこの間までやってたネーションズリーグっていうので4位に入ったんですよ、4位女子が。でそれまでにやっぱりなかなか勝てなかったんで、すごかったんですよ、調子が良くて、うん、これはいけるぞって期待して行ったら、初日に古賀紗理那選手が捻挫してオリンピックで、で結局予選敗退になってしまってたんですけど、でまたあの真鍋監督が戻ってきて、うん、いやもうバックアタックのバリエーションが増えて。バックアタック、はい、パイオニアの。いやもう私のやってた時のもうバックアタックなんかもう、いや全然恥ずかしくて、そんなの言わないでください。もういやでもパイオニアですから。いやいやいや、もう恥ずかしすぎるんですけど、もうコンビの中に組み込まれたシステム化されたバックアタックが、はい、すごいです。かっこいいです。やっぱり現場で見るのって全然違うじゃないですか、迫力が。いやもうね、男子のジャンピングサーブの、うん、あれはね縦で見てほしいですね。サウスポーが2人いるんですよ、うん、宮浦選手と西田選手っていう。サウスポーで打つジャンピングサーブのこのカーブの曲がり方がすごいです。多分ね縦カメラもあると思うんで、ぜひ宮浦選手と西田選手のサーブを、しかも 100% で打ってくる勝負のサーブがいるんで、何人もいるんです。ビッグサーバーっていう勝負できるサーブで、ミスももちろん多いんですけど、これで勝負していかないともう太刀打ちできないんで、サーブは一つ見どころ。サーブ、はい。あとあの高橋藍選手っているんですよ、イケメンの。あ、男子？男子で。でこの選手は去年までイタリアで
トップチームでやってたんですけど、今年日本でプレーをするんですけど、うん、今ねもう大谷翔平選手には全くかなわないんですけど、ディオールと契約して、えすごいじゃん。いやもう男子バレーですごい ね、あの河合俊一さんもねそういうファッション系とかでしたけど、でもそうやって考えると男子、まあ、女子もそうなんですけどイケメン多いですよね。多いです。だって今発売中のアンアン高橋藍選手表紙すげー、いや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 、もうびっくりですよね。僕ベースボールマガジンで1回だけ表紙だったことあるけど、何の何歳の時ですか？23歳かな。私もバレーボールマガジンで1回表紙になったことある、うん、アンアンはない、まだアンアンはね、でもすごいありそうですよね。いやいやいや、だからそれぐらい話題で人気で、うん、で高橋藍選手のやっぱすごいところはレシーブもうまくってスパイクもすごいんですけど、去年のワールドカップの大きな試合でアニメの配球ってあるんですけど、配球、うん、漫画に出てくるプレーをやったんですよ、技を。すごいな、もう熱狂ですよ小学生。あのプレー、配球のプレーやった。そりゃそうでしょ、すっごい漫画で出てくる技を全日本のエースがワールドカップでやるっていう、オリンピックでもじゃあぜひ ね、 てね出てくるかもしれないですね。名前かっこいいじゃないですか、ランとか。ありえなかったですよ僕らの時代で、ランなんて男の子で、五郎とか二郎ぐらいしかいなかったです本当ですよね、うん、今名前読めないですもんね、うん、ぜひでも応援してください。本当オリンピック本当楽しみなんで、はい、見てください。いや本当ありがとうございました。ありがとうございました。なんか無駄話ばっかりすいません。いやもう無駄話じゃないですよ、もう